はい、どうも、森川愛と鈴木源太郎です。はい、本日は、郷ひろみさんのファーストテイクの、ザ・ファーストテイクの2曲目ですね、キツネエビという曲を、ね、はい、聞いてみたいと思います。リクエストありがとうございます。リクエストありがとうございます。さあ、それでは早速体験させていただきます。はい、Here we go! 言いたかったGo! スワルパターンですね。スワルパターンで参りました。はい、行きます。アクセス1、2、3、4。よっしゃ、ノーちゃん大丈夫？今日いつもと違うよ。ピアノバージョンだからね。すごくアマチュアなこと言っていい？最初の僕の歌い出しの音ちょうだい。歌い出しの音面白いですね。キーを取るんですよ。すごくアマチュアなこと言っていいとかって今言ったじゃないですか。うん、何がアマチュアなんですか？まあ、その曲のキーが、まあ、プロだったらその何度も歌うからそう、ここっていうのの当たりが分かるわけです。始まるの、あーとかさ、うん、あーから始まるのかとかさ、うん、それが歌い慣れてない曲だとキー、あれキーどこで歌えばいいんだっけなってこう分かんなくなることあるんですけど、それでちょっとアマチュアなこと言っていい、音ちょうだいとかっていう、おまあ面白いね。ゴーさんでもそんなことありますかと思うんですけど、まあ、でも最近出した、ね、そう、最近出したシングルのカップリングというか両 A 面 の、はい、あの、うん、シングルの2曲目の方なんで、うん、まあ分かるわ。そうなりますよね。そんなこうちょっと意外な一面が見えて素敵ですみたいな。ただただ好き、ただヒロミ語が好き、それだけ。それはね、アマチュアじゃないですよ。そんなもう誰だって音もらいますよ、そんな。はい、G だったっけ？それ C？ はい、C です。うん、いいえ、G と夕煙を浮かべて、でも今日は腰を打てた、キツネ日のよう踊ってた。はい、いいですか？これいいね。あの歌詞が、うん、川谷絵音さんが書いてらっしゃるんですよ。ほう、あのご存知、ゲスの極みの。そうです、そうです、ゲスの極みの、うん、ね、こう妖艶な狐火っていうね、まあ、タイトルにも加えて、うん、こうなんか妖艶なこう君に酔っていた風の、うん、なんかこうちょっとあのいけない恋に溺れてしまう男の気持ちみたいな、そういう感じのニュアンスのこう、うん、セクシーさ漂う歌詞になってるわけじゃないですか。うん、誰ですか今、あの女性側の方のね、顔がこうポンって浮かんだ人いるんじゃないですかね。あ、もう忘れてあげてください、それは。それは忘れてあげてください。そんな感じのね、ちょっと危険な危険な恋とか大人ですね、なんかもういけない恋とかみたいな。鈴田さんすごい今検索してるみたいですけど、ベッキーですよ。あ、そっちか。郷ひろみのじゃなくてね。じゃなくて、はい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 、ね、そうね、歌詞を書いた方の ね、 ね、別にそれ狙って書いてるわけでもないでしょうけれども、なんかこう、なぜだろう、川谷絵音さんの歌詞と言われるとどうしてもそういう風にこうちょっと想像してしまうんだ、なぜだろう。もう一生、ね、一生ついて回るもんですからね。そうですね、そうですね、うん、両成敗を聞いたところでそのイメージはね払拭できなかったです。いや、もうおちょくらないの。両成敗って言ったらね、ちょっと自分肯定してるみたいになりますよね。まあ、それはいいんです、それは置いといて、はい、いや、この狐火っていうね、歌詞が、はい、まあ、非常にね、こうなんかこう妖艶な女性みたいなのにこうなんか吸い込まれていくなんか男の気持ちみたいな、そういうのを歌う歌詞とともにですね、こうゴーさんのセクシーさが出てるわけですよ。そうだ ね、 ね、こうやっぱね、これぐらいゴーさんぐらいセクシーな方じゃないとね、これなかなかこんな歌詞がこうぴったりはまりませんよね。そうかね。さあ聴いちゃおう。俺のシーン
げやし、キツネビのような君に怪しく言う。あ、いいですか、すいません。あの怪しくのあの部分とか、このね、なんていうかね、こう発声が私ちょっと、ね、こんな風にうまくできないんだけど、はい、このニュアンスでさ、こう歌うこの感じね、うん、感情とともにこのあの切なさとか、うん、こうその奥に潜む色気みたいなものとか、うんうんうん、なんかそういうのがこうね、このやっぱ歌声でこう表現されるわけですね。詰め込まれた君にですよね。そう、ちょっとこのあーやしくのところも含めて聞いてもいい。キツネビのような君に怪しく言う。このね、ため息出ちゃう。さすが本物の歌、うん、こう俺のせいが、うん、もうこれでもかっていうぐらい俺のせいって言ってるのが分かります。ねえ、ね、せいっていうか、こう長い感じのね余韻とともにですよね、伝わる、うん、いいね。続き読みたい、はい。ゼル、タバコでむせるくらいに、俺の死ショートムービーだった。そうだね。いや、これあのこの歌あれなんで、多分ね、郷さんとやっぱ、うん、まあ、郷さんのファンの方ももちろんそうだし、はいはい、同世代の男性が思っている気持ちとかみたいな、うん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 、それをこうさ、夜ね、一人でこうちょっとタバコ吸いながらさ、うん、こうなんかウイスキーかなんかこうグラスをこうさ片手にさ聞きながらさ、こう昔をこう思い出すみたいなさ、うん、そういうシーンがこうまざまざとこうね見えてくるものね、やりたくなるね、うん、この曲からね見えてくるウイスキーを、ね、ウイスキー片手にカラーンカラーンだよね、葉巻かなんかをこう、うん、とかってやって、ついでにここにシャムネコなんかがいるといいよね。だとしたらもうガウン着てるじゃないですか。そう、ガウン着てる。シャム猫かなんか悪役のボスなんですね。そうなっちゃうと。ちょっと行き過ぎたね。行き過ぎた、うん。それかあとこっち側でこうクルミかなんかを。クルミはなんで出てくる。葉巻どこになんで。クルミかなんかをこう。クルミはそもそも何なんだろう。イメージ、イメージ。どんどん離れてったイメージが。まあなんかね、こうそういうこう、憂いを帯びつつの哀愁漂う、うん、こうちょっと年配の男性みたいな、うん、そのセクシーさですね、いいですね、うん、郷ひろみさんはさすが郷ひろみさんでした。これちなみにこの曲が入っている両 A 面 の, シングルが、はい、1曲目の方がね、今までの郷さん の, その曲の中から、うん、好きな曲ピックアップしてこうどんどんつなげていいよみたいな、うん、そういうことをこう、まあ、依頼された方によるこうリアレンジみたいな、はいはい、つないであるサスケさんの、そう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 、うん、それもちょっとね、ぜひ皆さん聞いてみていただきたいと思います。私もこれから聞きたいと思います。若いアーティストの方ですか ね, ね、そう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 、いつまでもね、こうあ色褪せない郷ひろみさんの、うん、ねえ、これはもう次世代までこうなんかつながる、ね、もう歴史ですもんね、はい、歴史日本の音楽史の歴史、すごい、なんか今このバート・バカラック作曲 の,、うんうん、あ、この曲のね、うん、の、まあ、和訳して今それをやるっていう
なぜなら郷ひろみさんがこんなセクシーな大人だからねっていう説得力がすごい、ね、この感じでね、次のまた曲もですね、はい、お楽しみいただければと思います、はい、それではまた、じゃあね、チャンネル登録よろしくお願いします。